平野紫仕様、突如の陶芸挑戦。ファンからのツッコミに笑顔で答える。こんにちは、皆さん。今回は元キングプリンスへのメンバーで、現在飛べ所属の平野仕様さんについてお伝えします。彼が19日に自身のインスタグラムで行ったプライベートな陶芸体験について、ファンからのツッコミと共に振り返ります。 陶芸とは、粘土を使って芸術的な作品を作り出すプロセスですが、それがいかに彼にとって新たな挑戦だったのか、その詳細を見てみましょう。陶芸の魅力に取りつかれた平野志耀。平野志耀さんは、14日のインスタライブでファンに陶芸体験を予告していました。めっちゃ楽しかった。 と笑顔で語りそのうちインスタグラムに載せると思うけどとファンにワクワク感を伝えていました。そしてその約束を果たす形で19日にインスタグラムに陶芸に挑戦した様子を報告しました。陶芸の成果物にファンからの反応。インスタグラムにアップされた写真と動画は平野志耀さんの陶芸体験をリアルに伝えています。7枚の写真に 彼が陶芸に挑戦する姿や出来上がった作品が映っています。そして最後の動画では自身の失敗に対する反応をファンに披露しています。7枚目の動画絶対やらかしている顔だよ、ねというコメント通り彼のリアルな一面が覗ける瞬間でもありました。しかしファンからのコメントは単なるツッコミだけではありませんでした。コッツというより過敏壺になってる といったユニークなアドバイスや質問が寄せられ陶芸作品に対する熱い関心が示されました。さらに多くのファンが楽しそうな紫輝くん最高、かっこいい、出来上がりが楽しみ、横顔も美しすぎ、と陶芸を楽しむ彼の姿に感銘を受けていることを表現していました。陶芸を通じて見えた新たな一面。 陶芸体験を通じて、平野志洋さんのファンは彼の新たな一面を垣間見ることができました。彼がアーティスティックな一面を持っていることは以前から知られていましたが、陶芸を通じてその才能がさらに輝いていることが明らかになりました。結論。平野志洋さんの陶芸体験は、彼のファンにとって新たな発見と楽しみをもたらしました。 彼の挑戦的な姿勢と失敗にも笑顔で向き合う姿勢は多くの人々に感銘を与えました。陶芸を通じて平野志洋さんのアーティスチックな一面がさらに輝き、ファンとの絆を深めました。これからも彼の新たな挑戦に期待しましょう。読者への挨拶。この記事をお読みいただき、ありがとうございます。 平野志耀さんの陶芸体験がどのように彼のファンに影響を与えたかをお伝えしました。彼の未来のプロジェクトにも注目して、彼の才能がますます開花する様子を楽しみにしていきましょう。また、平野志耀さんのファンの皆さん、陶芸に挑戦する際のアドバイスや感想を共有していただければ嬉しいです。